焚き火ストーブストーブとは燃料を燃焼させるなどの手段により熱を発生させる装置である。クッカーと呼ばれる場合もあり、コンロもストーブと呼ぶ場合もある。暖房器具のほかキャンプや登山などのアウトドアに用いる下半型の調理用コンロもストーブと呼ばれる。アメリカなどでは一般に調理器具及び暖房器具の両者を指す。 イギリスで調理のみに供される器具はクッカーで、焚き木や石炭など燃料を燃やし調理と室内の暖房等を兼用したものあるいは暖房専用のものをストーブと呼ぶ。また燃焼器を持つ調理器具全般をストーブと呼ぶ場合もあり、フランス料理界ではコンロの前でスープなどを調理する役割をストーブ前と呼ぶことがある。日本の一般家庭内においては、 暖房用の熱器具を挿して、ストーブと呼ぶことが多い。これは、調理にかまどを、暖房に、いろりや火鉢と使い分けられていたことで、明治時代に日本国外からストーブが輸入された後も、調理は、かまどが使われることが多かったことと、日本のガス器具メーカーが、調理器具の商品名に、焚き毛や石炭を連想させる、ストーブの呼び名を使わなかったため、と言われている。 暖房用ストーブが一般家庭に普及する以前、一部の洋風建築では調理用として輸入された石炭レンジが使われており、日本国外の製品名のまま、ストーブと呼ばれているものもあった。ストーブに使用する燃料は多種多様である。石油日本は白塗油を使うストーブやファンヒーターが一般的で、アメリカは常時暖房に用いる。エンジンオイルなどの廃油を利用する。 廃油ストーブもある。アウトドア用品として、ガソリンを使用するコンロと兼用するバーナなどがある。詳細は、石油ストーブ及び石油ファンヒーターを参照ガスかつては、灼熱式が多かったが、現在は炎の露出がないガスファンヒーターが多い。欧米は、住宅の地下などに空調機器室を排して、熱交換器で温風を各室に送る、セントラルヒーティングの熱源として、 一般的に用いる。都市ガスが安い東京などの大都市圏などでは、ストーブやファンヒーター用燃料として広く用いられている。詳細はガス機器ガスストーブを参照液化石油ガス天然ガスが配管されていない地域で採用されている。原理的に天然ガス用と同じだが、発熱量は異なり、自己防止の観点から、 燃焼機器の転用はできない。日本では、プロパンガスとも通称され、都市ガスが整備されていない郊外や山間部で使用される。電力灼熱式のほか、ファン式、オイル式がある。アメリカでは、ガスの次に広く用いられている。各部屋の倉庫にベースボードをヒーターとして設置する。日本ではかつて一定の普及があったが、エアコンの発達により、 現在は足元暖房用やトイレ、浴室の脱衣室など狭い空間でスポット的に利用されることが多い。詳細は電気ストーブを参照焚き木焚き木ストーブリージェンシー製焚き木や枝などの木材や廃材を用いる。アメリカで焚き木を燃料とする暖房装置はストーブと暖炉が同程度である。燃料となる 焚き木の入手が容易なアメリカの郊外地域では焚き木を使用する暖房器具が多いが肺炎の問題で都会での普及は少なかった2004年以降にヨーロッパの排ガス規制をクリアするクリーンバーン方式を採用した高機能な製品が北欧や米国から輸入され現在は日本国内メーカーもクリーンバーン方式の製品を製造販売している日本は 焚き木の入手や保管が容易な山間部や北海道などで多用されてきたが、クリーンバーン方式の普及や、煙突の高性能化や石油価格高騰などの要因により、都市部でも設置が散見される。詳細は焚き木ストーブを参照木質ペレット専用のストーブは、ペレットストーブと呼ばれる。薪と異なりペレットは自動投入が可能で、 発熱量が調整できる。燃焼時の煙も少なく、ホワイトペレットは、肺の発生も少ないことから掃除も楽である。構造は、多くの場合 FF 式、ファンヒーターに近い、大気中の二酸化炭素循環の一つとして、木材を使用していることから、カーボンニュートラルな熱源として評価されている。欧米では、多くのバリエーションがあり、 日本でも自治体によっては補助金が組まれているなど、普及が高まっている。石炭石炭は、焚木よりも高火力を得られるが、培煙や、硫黄酸化物が、環境汚染の原因となり、欧米では、多くの都市部で利用が禁止されている。1970年代まで、日本各地の学校や北海道など原当地で、多用され、材質は高熱にこらえうる、中鉄製である。 列車の暖房用としても普及し、以前の国鉄で、機関車からの暖房用蒸気が届かない車掌車や、混合列車の客車で、ダルマストーブが使われ、石炭の補給や廃落としは、車掌が行った。国鉄で、使用廃止後も青森県北部を走る津軽鉄道は、当器にストーブ列車を運行している。コークスコークスは石炭を蒸し焼きにしたもので、タールの含有比率が低いために、 煙やすすの発生が少なく、石炭をしのぐほどに火力は強く、日持ちが良く、灰が少ないなど多くの長所があるが着火性が非常に悪い。欧米では石炭同様に地域により家庭の使用が禁止されている。学校や職場などの業務用では自動給炭式でファン付きのものもある。かつて北海道では、ルンペンストーブのコークス燃料の近年は 利用が減少している。おがらいとおがくずを焚き木のように使えるように熱処理して円柱状に固めたもの。高度経済成長期に大勢な建築需要から大量発生したおがくずの再活用としてストーブ用燃料や風呂などの燃料として昭和40年代までは一般的であった。燃焼が安定すると炭火のような特性を示す。現在も 国内20社ほどで生産が続けられており、比較的安価に入手できる。おがらいとも、参照連炭日本では全く見られなくなったが、韓国では、近年原油高騰の傾向を受けて、連炭ストーブの利用が増えている。煙突が必ずついており排出ガスは屋外に放出され、基本的に、連体コンロに似た構造の過失で、電気回路は持ちずにべて人が制御する。中国では、 韓国以上に様々なバリエーションの練炭ストーブがあり、スチームヒーター機能を持った蒸気放熱板付きの製品もある、豆炭石炭ストーブとも呼ばれることもある、豆炭も参小炭無塩木炭ストーブなど、日本の家庭で一般的に見られる灯油を燃料にした石油ストーブは、アラジンブルーフレームヒーターが優れた輸入製品として知られていた。国産ストーブの第1号は、 1856年に、武田綾三郎が外国船で見たストーブを参考に、函館の芋の職人に製造させたものとされる。このストーブの頭部は、半球状であり、二滝を考慮しない、暖房用ストーブとなっている。北海道など一部の寒冷地域を除いて都市部の住宅事情は煙突を必要とする暖房器具が敬遠され、下半型の石油ストーブは広く普及して、 国内メーカーの開発競争もあり日本独自の発展を見せた。手軽さから日本国外でも評価を得ているが、日本国外ではセントラルヒーティング方式による暖房が一般的であり、火災予防の観点からも裸火によるストーブを認めていない国やアメリカの一部の州もある。石油ストーブ製造メーカーの多くは新潟県で起こり、現在も本社を同県に置いている。また過去に 東芝、パナソニック、三菱電機といった大手家電メーカーや三電などがストーブの製造販売を行っていたが、いずれもすでに撤退。詳細はポータブルストーブを参照アウトドアに用いる。調理用ストーブは燃料によってナフサを主成分とするホワイトガソリンなどの液体燃料式とガス式に分かれる。ホワイトガソリンを燃料とする液体燃料式は軍需品として スウェーデンのオプティマスやアメリカ合衆国のコールマンが軍に納入したストーブが発祥である。このようなストーブはタンクを手動ポンプで加圧して燃料を気化器へ送り込み、バーナー自体の熱で燃料を気化させながら燃焼が継続される。点火の際はアルコールなどの着火剤を用いるか、燃料を少量燃焼して気化器を事前加熱し、気化が開始されたことを気化器から発する噴射音の 開始で確認してからバーナーへ着火を行う。ホワイトガソリンの他に燃料として赤ガスと俗称される一般のガソリンや灯油を兼用できる製品も存在する。液体燃料式は気化機械器を十分に加熱しなければ燃料の気化が行えず液体燃料が周囲に飛散したり火柱が上がるなどして火災に至る危険性もあり。 プレヒートに失敗したガソリンストーブによるテント火災事故も多く、点火作業は手順の熟知とある程度の経験を要す。燃料を用いたプレヒートは、気化状態までに大きな炎と媒煙がバーナー部分から立ち上ることから山小屋やテント内など屋内の着火作業に難があり、プレヒートが不要で取り扱いが容易なガスカートリッジ式のストーブが普及すると液体燃料式は アウトドア用ストーブの主流から外れた。しかし機構が単純なためにある程度の知識を有すれば、分解整備を行うことで、同一ストーブを長期間使用でき、厳冬期の冬山などでも安定した火力を発生し、タンクカーツやプレヒートなどの点火工程や、ジェットエンジンにも似た激しい燃焼音などに魅力があり、液体燃料式のみを愛用し続けるものも多い。ガスカートリッジ式のストーブは、 プレヒートが不要で燃焼音が穏やかなこと燃料交換がボンベの取り替えのみで済む簡便さから初心者から熟練の登山者まで幅広く利用されている。しかし液体燃料式に比べランニングコストが高いことや使い捨てボンベのゴミ問題蒸発熱でボンベが冷えることで特に極寒冷地で液化しているガスの気化がうまく行えないこともあることが欠点である。 液体燃料式のストーブは多くの場合、ごとくの上もしくはバーナー部分に取り付ける遠赤外線による放射熱を利用したヒーターユニットがオプションで用意されており、これを利用することで暖房器具としても利用可能である。ガスカートリッジ式の場合はヒーターによる放射熱でカートリッジが加熱されて破裂の恐れがあるため液体燃料式 ガスカートリッジ式の両方をラインナップするメーカーであってもヒーターユニットに関してはガスカートリッジ式ストーブに使用しない胸ただし書きがされていることが多い。この点も液体燃料式を愛用するものが多い理由の一つとなっているアルコールストーブアルミ缶を用い製作したシングルバーナー式アルコールストーブアルコールを燃料とするストーブで構造は単純である。 軍需品としても使用されたトランギア製のものが有名であるが各社の製品もあり自作するものもいる。固形燃料ストーブのように軽量かつコンパクトである。ため、登山者の中にこのストーブを持ち歩くものも多い。軍需品としての調理用、ストーブエスビット社製固形燃料ストーブ各国の軍隊で用いられるストーブは前述の液体燃料式のストーブや固形燃料を使用する。 簡易なストーブが利用されており、戦闘糧食の付属品として供給されることも多い、舞台の備品として配属されるストーブは今日ではガスカートリッジ式のものも普及しており、液体燃料式は次第に少数派となってきている。プロ野球におけるシーズンオフにストーブリーグという表現を使用することがある、来季に向けての温めという意味合いで使用される。 欧米の家庭用ストーブアメリカで、ストーブと呼ばれるガスコンロの多くは、3口から6口のコンロがあり、ホットプレートが付属している。バックスプラッシュかてっぺんかコンロの口の根元に火力を調節するつまみがついており、オーブン内部や覗き窓の油汚れを高温で焼き切って清掃する機能、プログラム可能なデジタルタイマーや温度計を装備した製品もある。 日本では通常がステーブルと呼称されるがこれは和製英語である。ローラインガルスワイルダーン原作による西部開拓時代のドラマ、大草原の小さな家ではクリスマスに幼いローラが哀葉を売って調理用ストーブを母さんにプレゼントした暖房器具としては暖炉がすでにあり、ここに鍋をかけて調理していた。ありがとうございます。